かまだまだいけますか。え、どうしたんですか。足がついた。じゃあおはようダンス、ザーさん。おはよう。今日は第2回目の思想ですね。もうね、大会まで1週間なんでね。はい、もうラストの思想でちょっと結果出したいなって思ってます、ね、手応えっていうのね。なるほど、はい、今日どういったことを、まあ、ぶっちゃけちょっとね、やっぱ男子1万メートル、女子マラソン、そして女子1万メートル惨敗してるんでね、はい、ここでちょっとこのままじゃ俺が終わらせないっていう、ね、そういう意地を見せたいと思います。なんかコメントでありましたよね、ザーさんメダル取ってくださいみたいな。取るよ。用意しとけ、用意しとけ。チャリーは、はい、今日ちょっとあの人から借りまして、おう、はい、あのちゃんとロードバイクを用意しました。高いですね、これで多分タイム的にも、あと体力的にも、はいはい、よくなるんじゃないかなと。しっかりとこれで走りたいと思います。今日はね、ヘルメットも用意してしっかりと思って、もう本番想定ですね。もう本番想定でね、はい、今日はもうバッチリ出すよ。何出すの。じゃあ早速いきますか。早速記録だよ、記録。なるほど、よし、早速数えた方がいいんですか。いや、もう俺は数えるわ。どうせ一周30秒だから。え、でタイムだけ計りましょう。一周30秒なんで、多分10分、10分30秒ぐらい、ね、はいはい、20周ね。じゃ気をつけていってください。まずはランのタイムトライアル、300何メートルぐらいですね。300あるかな、300パーあるそうな気がするけど、まずやってみましょう。よーい、43秒。じゃあチャリ対ラン、広まるな、広まる。まあ、ザーさんがじゃあスタートコールしてください。はい、カウントダウン3、2、1、よいしょ。はい、ゴール。35ぐらい。37です。あ、疲れてるしね。無理だね。疲れもあるし。どうですか、まだまだいけますか。え、どうしたんですか。足がついた。ちょっと待ってくれ。あれ、だって、やばいやばいやばい。ああ、残念、アクシデントですね。あの辺ちょっと、てかどの辺で釣ったんすか。もう向こう、やばいねこれ。どうしよう、1週間前で。何がいけないんだろうな。うん、昼からちょっとトレイル行ってこよう。昼からちょっとトレイルして、で夕方プール行って、とりあえずはチャリの後のランっていうのかね、きついね。違いますからね。きついね、やっぱり。でも結構やっぱここで頑張らないとと思って頑張っちゃうと、やっぱ後が続かないな。けど頑張らないともうそれでペース終わっちゃうんでね、難しいとかだよね。意外と長い、ね、長い長い。ちょっと終わりました。お疲れ様です。まあ、最後ちょっとつっちゃいましたけどね。まあ本番はね、しっかりと走ってね、はい、表彰台目指したいと思います。あと1週間ですね。はい、それどうですか、その今回トレーニングできつかったですか。いや、ちょっとやっぱ仕事、まあ、言い訳なんですけど、まあ、仕事もきつくて、結構練習ができてないっていうのがね、やっぱり、ね、社会人あるあるですね。で、今オリンピックも見ないといけないんで、まあそれもまたね、あれなんですけど、言い訳なんですけどね、なかなかちょっと思うようにトレーニングが詰めてないっていうのがちょっと、まあね、YouTuber もやってますね。まあまあまあ、
まあその辺、まあとりあえずできる限りのことはやってね、まあ本番、まあ、頑張ります。全力尽くして。はい。中でのチャレンジと。そうですね。はい。わかりました。それではまた。来週の、まやかおかトレーラソルの結果を、こう、ご期待。いやー、やばいな、タイムも悪いわ。やべえ。ちょっと結構頑張ったんだよね、今週は。ちょっとバイクでスタミナ使いすぎたな。